北口ホーム、上等駅は、岡山県岡山市東区中尾にある、西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅番号は、JRS05。相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。南北双方から、出入り可能で、改札口は1カ所のみ。 後からできた駅ということもあり、ホームは広くない。東岡山駅が管理する無人駅で移行か利用可能駅。自動改札機は収札機能のない簡易式のため、降車客の乗車券は収札箱に乗車券を投入する。1日の平均乗車人員は以下の通りである。 駅南の丘陵地にある東岡山レイクタウンの分譲が1984年より始まり、レイクタウンを開発した不動産業者の出資もあり1986年に当駅が開業した。国道255号線と合わせ交通支弁の地として、宅地化に拍車がかかり、岡山市のベッドタウンとしての機能が高まり世帯数が急増し、現在に至る。 駅東近辺には旧山陽道の茶屋があった。また、駅北東の畑の周りに源のためともの墓があるとの言い伝えがある。ありがとうございます。